皆さんこんにちは。聞き流すだけで開運、亀吉2号の月運動画の始まりです。この動画では3月の運勢の3つのポイント、ラッキーフードやラッキーアイテムなどの開運ポイント、吉報位、開運行事についてお話しさせていただきます。聞き流すだけ、見流すだけで3月の運勢や開運行動が分かるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2023年3月の豪土星の方の運勢についてお話しさせていただきます。豪土星の方の3月の運勢は中吉運です。夜明けのように今まで見えていなかったものが見えてくる開運月です。今月の運勢の3つのポイントは、1、常にプラス思考で運気アップ、2、慌てず焦らずを心がける、3、大きな声を出して運気上昇です。まず1つ目のポイントですが、常にプラス思考で運気アップです。夜が明け、朝日が昇り明るくなってきて、今まで見えていなかったものが見えるようになってくるので、新たな成果や実績が生まれやすい月です。豪土星の方は前向きになっている時に成果を引き寄せる力がとても強いので、常にプラス思考を心がけましょう。そうすることで運気はさらに上昇していきます。また新しいことを始めるのにもいい時期です。興味を持てるものがあればどんどんチャレンジしてみましょう。特に豪土星の方は何かを始めると最後までやりきろうとする人が多いので、3月にスタートしたことは他の星の人に比べるとあなたの力となりやすいですよ。ただ何も行動を起こさないと運気は低下していきます。少し無理をしても動くことが3月の開運ポイントとなりますので、忘れないでください。2つ目のポイントは、慌てず焦らずを心がけるです。3月は東に開座している月なんですけれども、豪土星の方が東に開座するとせっかちになったり短気になりやすいと言われています。物事が順調に進んでいるので次という思いが強くなると思いますが、独断専行ではいい結果は得られません。何事も周囲の協力あってのものと心し、慌てず焦らずという気持ちを常に持ち、周囲と協調していくことがとても重要です。この行動を心がけることで自然とあなたを支えてくれる人が多くなり、成功や実績がものすごいスピードで近づいてきますよ。3つ目のポイントは、大きな声を出して運気上昇です。豪土星が開座する東には大きな声という意味があります。そのことから大きな声で挨拶をしたり、人と話をするとき少し大きな声で喋ると運気が上昇します。元気な声は周囲も明るくしてくれます。自分の運気だけでなく周囲の運気も上げると思い意識するようにしましょう。またカラオケボックスもあなたにとってのラッキースポットです。思いっきり大きな声で歌うといいでしょう。ただし怒号は運気を下げます。ここだけはご注意ください。3月のラッキーフードはわかめの酢の物です。豪土星が開座する東には海藻や酸っぱいという意味があります。そのことからこの時期旬を迎えるわかめの酢の物があなたのラッキーフードとなります。きゅうりやタコなどと一緒に酢の物にするのもいいですね。できるだけ多く食卓にわかめの酢の物を取り入れて運気を上げましょう。3月のラッキーカラーは青です。仕事に関わるものにラッキーカラーを取り入れることを意識してみてください。スマホケースやバッグ、手帳に青を取り入れることで金運や仕事運が上昇しますよ。3月のラッキーアイテムは屋久杉のグッズです。豪土星が開座する東には大きな木という意味が、そして豪土星は古いという意味を持っています。そのことから屋久杉を使用したグッズを持つと運気が大きく上昇します。神宮館の屋久杉グッズは樹齢1000年以上の屋久杉から作られたものです。ぜひこの機会にお試しください。ラッキーアイテムについては概要欄にも記載しておりますので、そちらもご覧ください。3月の吉報位は東南方位、南方位、西北方位の3方位あります。自宅から見てこちらの方位にはあなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。吉報位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると普段よりいいことが起こると言われています。
3月は四積金星が中宮に開座している月なんですけれども、四積金星は沢や湧き水という意味を持っていることから、小さな小川や湧き水が湧いているところを見ると運気が上昇します。自宅から見て吉方位にこのような場所があれば出かけてみるといいでしょう。気持ちを穏やかにしてくれ、いい運気の流れを運んできてくれますよ。ちなみに今回の背景映像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め湧き水を撮影してきました。こちらもお楽しみください。3月に皆さんに知っていただきたい重要な行事があります。それは春のお彼岸です。春のお彼岸とは春分の日を中日とした前後3日の7日間を言います。暑さ寒さも彼岸までというように1年の中でも過ごしやすい気候となります。春のお彼岸は日本独特の仏教行事で、最初の日を彼岸入り、最後の日を彼岸明けと呼び、この期間中にご先祖様のお墓参りをするのが慣例となっています。仏教用語では三途の川を挟んだ向こう側、つまりあの世を彼岸、現世であるこちら側を四岸と言い、彼岸は西、四岸は東にあるとされていました。そのため太陽が真東から昇って真西に沈む春分は彼岸と四岸が通じやすくなると考えられ、ご先祖様を供養するようになったと考えられています。松本先生に先日お聞きしたお話ですが、運気が低迷している人に多いのがご先祖様の供養をきちんと行っていないそうです。せめて命日とお彼岸くらいはお墓参りをしましょうとおっしゃっていました。ご先祖様を大切にしない人には幸せは訪れないそうです。今年の春のお彼岸は3月18日から24日までですので、この期間にお墓参りに行ってご先祖様を供養しましょう。遠方でお墓参りに行けない方はお墓の方角に向かってお彼岸の期間中毎朝手を合わせるといいそうですよ。またお彼岸の中日である21日は天赦日と一粒万倍日が重なる超大開運日です。超大開運日だからといって降って湧くようにいいことが起こるかというとそうではありません。何か行動を起こすことによって自身の運気の流れをいい方向にすることができるそうです。超大開運日の過ごし方は別の動画で公開する予定です。ぜひこちらも参考にしてください。以上が2023年3月の豪土星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本翔雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話をすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方はいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方はこのベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと、神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたらコメント欄にご記入ください。ツイッターやフェイスブックで毎日の運勢を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。それではまた来月お会いいたしましょう。